知覧の中郡バス停に来ています。今回はここから俗日本百名城の一つ知覧城を訪ねます。では地図でルートを確認しましょう。こちらが現在地中郡バス停です。中郡へは鹿児島中央駅からバスを利用して1時間10分ほどで来ることができます。そして目的地がこちらの知覧城です。バス停から徒歩15分ほどで到着します。その後はさらに15分ほど歩きまして、ミュージアム知覧へ行って俗百名城のスタンプを押します。では早速向かうことにしましょう。知覧城入り口の案内板です。すぐ近くに駐車場もあります。車で来られた方はここに駐車することになります。ではここから登場しましょう。知覧城は15世紀頃に築城されたとされていますが、詳細は分かっていません。元は知覧市の所領でしたが、後に島津市所領の佐田氏が領有しています。一時期知覧は伊集院氏に取られますが、島津久豊が奪還し知覧城に入城、佐田氏が領主に復帰します。16世紀後半、火災により城は焼失、知覧城は廃城となりました。かなり早い時期に火災によって廃城となりましたので、建物は何も残っていないのですが、代わりに土塁や廓の跡はよく保存されています。今回訪ねるのは湯波城、伊万城、九段城、本丸の4つの山城ですが、実際にはその周囲に囲いと呼ばれる別の大きな廓が複数存在していました。今歩いているところはシラスによる浸食国です。シラスとは火山灰のことですが、火山灰は流れやすいので、その跡が谷となり、その谷を利用して空堀が作られました。知覧城はシラスを利用した城郭なのですが、ということは城の廓は徐々に崩れていきますし、堀は埋まってくるわけですね。ですから16世紀頃はもっと廓は高く、堀は深かったわけです。まさに天堅の要害といった感じです。シラスの切り岸がはっきりと見えてきましたね。はい、これをね、見に来たんです。道が二手に分かれていますが、ここは矢印通りに進んでみましょう。湯波城ですね。建物はありません。では続きましてね、本丸と九段城に向かいます。
ようやくね、平場に出てきました。15世紀から16世紀のアジア製の磁器類などが多く出土したようですね。つまり交易を行っていたということです。クラン城というからには蔵があったんでしょうね。そして周囲にはシラスの土塁がありました。本丸に向かって歩いています。城址碑が随分手前にあるんですね。土塁の脇に大きな穴が開いています。こちらは排水溝か何かだったのでしょうか。周囲の土塁はだいぶ崩れかけていますね。車の中央部分にも大きな穴が開いています。これは何だったんでしょうか。ようやく平場に戻ってきました。侵入者がここに誘い込まれますとね、周囲の山城というか車から一斉に攻撃されるわけですね。先ほどの分かれ道はここにつながっていたようですね。シラスの切り岸を見ながら途上口に戻ります。ミュージアムチランで俗100名城のスタンプを押すことができます。同じ敷地にチラン特攻平和会館があります。時間がある方はね、ぜひ合わせて訪問されることをお勧めします。はい、ということでね、今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまたどっかの街でお会いしましょう。